ようやく主の命を果たすことができました。礼を言います。お主は一体誰に仕えている？アシナ一心私は一心様に仕えるクスシです。何故助けを命じられたのだ？一心様は竜院の力を望んではおられません。故に九郎様をアシナより逃がそうとした。はい。井戸底への踏み、あれもお主か？その通りです。ただ私の任はこれまで。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に。分かってしまったのだろう、源一郎殿。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ、よく来てくれた。参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ、我が血は、竜院は人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとてきっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは不死のちぎりも落ち水も竜害もみなそうだ。人としての生き方を歪めてしまう。私は竜院の不死が生む淀みの連鎖を断ち切りたい。狼よ、それを手伝ってはくれぬか？できません。巫女様をお守りすること、それが我が父より。かすそなたは私を救うため幾度死に、そして二度か三度か、あるいは数え切れぬほどなのか。巫女様をお守りするためならば幾度でも。そなたを不死の永劫の任に縛りたくはないのだ。狼よ、共に不死立ちをなしてくれ。ギョイ。ありがとう、狼よ。一心様はこの天守の外離れの櫓で静養されておいでだ。ああ、夜鷹の呪しをたどれば一心様の離れまで行けるだろう。こちらの開き窓から屋根上に出られるぞ。我が主はこの天守の外ですが、一心様は少しお加減が優れません。巫女様の命に。おう、伺いたいことが。その前に先じゃ。はあ、巫女様の目指すその鍵となるもの。不思議り、不思議りならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。そう、赤炉よ、迷えば破れるぞ。一心様と礼を言われた源一郎殿を
。そうですか。私は主の命も果たしましたので、いつでもお声掛けください。クス氏として助けとなりましょう。戻りましてこ。おお、戻ったか狼。一心様とは会えたか。はい、不思議ならばそう仰せでした。不思議。先方寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど。行為。そう、そこにある人の形が書いてある扉。一心様が忍びの抜け道と呼んでらっしゃった。どういったものか、忍びの名がつくものだ。そなたならば使えるのではないか。お主に尋ねたいことがある。はい。城の裏手の桜についてだ。床桜のことですね。タケル様が故郷より持ってこられた桜です。つまり戦況の桜か。はい。春に限らずですが、枯れてしまったのです。どうした？竜が よどみのあふれで振りまかれ、やがて死に至る病。なんだと？わしのことならあいにくとまともじゃ。じゃが、しゃべるのはあとはエマに聞け。調べ。物資殿の他にも竜害にかかった者が吐いた血の塊が欲しいのです。わかった。お願いします。ありがた、オチノミコ。オチノミコとは？おい、お前さん、オチノミコ様にお会いしたいのかい？あっちじゃ。セステロを抜け、冷たい水を一泳ぎさすれば、そこは金剛山の先方寺。お主、太郎兵に呪いを着せたそうじゃな。ああ、あやつめぐずりおってな。だがその会はあったのではないか。あの巨体と攻撃に加え。まあその通りじゃな。無理くり着せているからの、何かあれば鎧はすぐに剥がれちまうさ。旦那、ま、いただいた銭を元手に品を仕入れやした。さ、ところで旦那、聞いてください。ああ。足はね、このアシナはいつ滅びるかもわからねえ。つまり、そこで一つ頼みがありやす。なんだ？アシナの侍どもが今欲しがっているものは何か探ってきちゃくれやす。侍たちが欲しがっているもの。本当ですかい、旦那？ああ、塩が足りぬようだ。さあ、ああ旦那。じゃあな、旦那、塩がうまく売れたら、その時は。おお、あの時の旦那。俺はここでしばらく居候さ。旦那になら飽きないもするぜ。Thank you.
くよ。今死者が明けがれさ。死者があるいずこへ行こうって。